マガーク少年探偵団は、イギリスの作家エドマンド・オレス・ヒルディックによる、児童文学作品のシリーズ。第一作ザ・ノーズ・ノーズの発表は1974年、最終作ザ・ケース・オブ・ザ・ウィグリング・ウィッグは1996年、発表。日本語版は吹き、沢正枝による翻訳で、赤根房から刊行された。このマガーク少年探偵団シリーズの、 翻訳によりあかね書房は1979年度の日本翻訳出版文化賞を受賞している。作画は山口大地。あかね書房版は一度すべて絶版となったが、復刊 .com に寄せられたリクエストを受け2003年から全18巻のうち8巻が真相版で復刊された。なおその真相版では、シリーズ名が、マガーク少年探偵団。 と簡単譜が加えられたものになっている。24作品中6作品は翻訳されておらず、公式な放題がない。以下、放題のある作品は、現代、放題の形で、放題のない作品は現代のみで記載する。ザノーズノーズ、こちらマガーク探偵団ドールズインデンジャー、危うしマガーク探偵団ザケースオブザコンデムドキャット、あの猫は犯人か ザ・メネスト・ミジェット・ザ・ケース・オブ・ザ・ナーバス・ニュース・ボーイ、消えた、新聞・衣装年・ザ・グレート・ラビット・ロブリー、スーパースター・を救え、ザ・ケース・オブ・ザ・インビジブル・ドッグ、見えない犬の謎ザ・ケース・オブ・ザ・シークレット・スクリブラー、怪しい手紙ザ・ケース・オブ・ザ・ファントム・フロッグ、幻のカエルザ・ケース・オブ・ザ・ツリー・トップ・トレジャー、木の上の宝物ザ・ケース・オブ・ザ・スノーバウンド・スパイ、雪の中のスパイザ・ケース・オブ・ザ・バッシュ・フル・バンク・ラーベル、 銀行強盗を捕まえろ。ザ・ケース・オブ・ザ・フォー・フライング・フィンガーズ、マガーク・タイマ・ジョーザ。ケース・オブ・ザ・フェロン、イス・フィドル、盗まれた宝石の謎ザ・マガーク・ゲッツ・グッド・アンド・マッド、ザ・ケース・オブ・ザ・スリング・ショット・スナイパー、悪魔 VS ・マガーク数学の、天才ザ・ケース・オブ・ザ・バニッシング・ベントリー・ロクイスト、誘拐犯、VS ・空手少女ザ・ケース・オブ・ザ・ムッタリング・マミー、 ミイラのつぶやきザ・ケース・オブ・ザ・ワンダリング・ウェザー・ベインズ、ザ・ケース・オブ・ザ・パーロインド・パロット、オウム泥棒事・ドロ・ボ件ジ・ケンザ・ケース・オブ・ザ・デスパレート・ドラマー。作戦名は、マガー・クザ・ウルス、ザ・ケース・オブ・ザ・ファンタスティック・フット・プリンツ・ザ・ケース・オブ・ザ・アブ・セント・オーサー・ザ・ケース・オブ・ザ・ウィグリング・ウィッグこの他に、ザ・ケース・オブ・ザ・ドラゴニン,ンディストレスト、ザ・ケース・オブ・ウィーピング・ウィッチという作品があるが、登場人物や背景は、 共通するもののファンタジックな要素を含んだ作品になっている。一般に英語圏ではこれらを区別する場合、この2作品のみを、マガークファンタジー、他の24作品を、マガークミステリーとして呼び分ける。ありがとうございます。